カジです。私、軍事ジャーナリストをしておりますが、航空自衛隊に入隊をしておりまして、1994年にですね、航空自衛隊を中途で退職をして、勤務するように転換ということになります。今日はお話しさせていただくのはですね、実は7月10日にですね、角川の方からですね、領土の常識という本を出させていただきました。実は先年ですね、昨年の8月にですね、実は国防の常識という本を出しておりまして、この時は実はこの昌平君からお話をさせていただきました。その続きで、領土の常識というのもその国防の常識と確認につながっているところもあるんですが、ちょっとこの宣伝を兼ねてちょっとお話をしたいと思います。現在ですね、地図を、これはですね、この領土の常識の中に入っている地図であります。実は40数枚という図表がこの本は入っておりますいろいろ実はいろんなところの出典があるんですが、それを多少修正をしましてですね、工夫をしながらいろいろ書いてます。この地図もですね、いろいろちょっと工夫がありましてですね、例えば台湾、下にカタカナでコルモサと書いてあるんですね。コルモサと呼ばれた時代があるわけですね。あるいはタイ、シャムとか、ミャンマー、ビルマー、これはもう古い方だと思いますが、カリカット、今ね、文字工事、名前が変わっております。こういうようなところがいろいろちょっと考えて、地図にしてあるわけです。で、今、国際情勢はですね、非常に変化をしております。実はこの国防の常識を出して、この1年間でも国際情勢はまさに激変をしている状態。これは皆さんもかなり感じになっているだろうと思いますね。状況としてはどんな情勢と言ってもいい情勢です。この情勢はこの状態を、国防の人は常識という観点、さらにはこの領土問題に関して、領土の常識というのは、これちょっと世界史的な観点、歴史的な観点から領土問題というのを考えてきた、あるいは地政学的にと言ってもいいですね。そういう観点で考えてきたわけでありますが、非常に問題が多岐にわたっております。どうしても歴史的な問題や、軍事の問題もどうしてもあるんですね。私昨今感じましたのは、鳩山元総理がですね、中国に行ってですね、尖閣問題に関してですね、中国の見解をほぼ支持したようなことをおっしゃったわけですね。でもこれは日本の官房長官も非難しました。おかしなことですね。日本の、元とはいえ総理大臣が日本の政府の見解を支持しないというのは非常に変なわけです。じゃあなんで鳩山さんはああいうこと言ってるのか、もちろん中国のスパイに多分出されてるとかいろいろ見方ももちろんありますが、あの人の言動をずっと見てますとですね、簡単に言うと戦争になるぞって中国に脅かされてるんですよ。今までの言動を見てると全部そうなんです。戦争になる、戦争になったら大変だと、もうこれはもう言うこと聞くしかないという発想法になって見てますよね。これは軍事的な無知から明らかに来るもの、それはさっきどうか言われたように憲法の問題ありません。憲法戦争放棄してますから、戦争という最後の状態は あってはいけないからね、あってはいけないわけですから、戦争になるぞと中国に脅されると、それをとにかく避けなければいけない、避けるためには何でもするんだという鳩山さんのある種の愛国心なんですよね。でもあれは完全に軍事的な無知、あるいは戦争に対する無知から来るものです。簡単に言うと、今日は田上閣下がいらしてませんが、田上閣下がよく行きますね。みんなにあんな中国の船の中で沈めてやったら二度と来ませんよと、戦争なんかなりませんよというふうにおっしゃってます。田上閣下は航空自衛隊で私の大先輩に当たるわけですけれども、はっきり言ってその通りです。
中国の軍事力はですね、ガランドなんですね。中身がありません。もし今やったらどうなる？日本勝ちますよ、負けて。それが結論ですね。ところが、鳩山さんはもうそういうこと考えられませんから、戦争になったら大変だというんでも、ああいうかな、中国の見解を持ってしまうということがあるわけです。まあ、いやしくもでも、日本の、ね、自衛隊の最高指揮官がですね、軍事的に無知であるということ、まあ、そのましてもそれだけになること自体がかなりおかしなことなんですけれども、それが今の日本の現状だということです。で私これ私のための資料でちょっと全然ない一つ領土の上司にチラシが入っています。実はここで販売をさせていただいております角川書店の方が出版の方が来ていただいてですね、もう後ろ寄ってるので後ほどお買い求めいただければと思います。国語の上司領土で資料を持ってきておりますが、もう一枚チラシが入っていますが、これはカジト氏の軍事ジャーナルというクラウドで書いてありました。これは実はメールマガジンでありまして、私が大体今週に1点ぐらい出しているメールマガジン、カジト氏の軍事ジャーナルでインターネットで検索していただくとすぐに出ます。で無料ですのですぐに登録できます。で大体週に1点書いていて、ここで日本を2つ6月11日号と6月22日号というのを裏表で書いてあるんですが、ちょっとこれをちょっとなぞりながら今国際情勢を説明したいと思います。ちょうど6月の7日8日とですね、皆さんにご記憶残ったと思いますが、米中首脳会談があったんですね。オバマ大統領と中国の習近平国家主席が、カリフォルニアで会談をするということがありました。でこれは非常に異例のことだった。どうして異例かというと、実は発表から2週間後なんですね。で会議が行われた。普通だと3ヶ月とか1ヶ月、2ヶ月とか、その最低でもかかる。特に米中の場合だと大体半年ぐらい前ですね、発表されて半年後ぐらいに会談があるぐらいの準備が普通なのに、この時はなんと2週間ですね、2週間でもう会議になってしまったということで、これは異常事態、はっきり言えば緊急事態と言ってもいい内容。つまり、しかもカリフォルニアであってるわけですね、ホワイトハウスではないですね、オバマ大統領わざわざカリフォルニアまで来るということをしてあったということです。この緊急事態が起きたわけです。米中の中で至急話し合わなければならない事態が起きたから、突如、米中首脳会談になって2日間、会談が行われました。結果に関してはいろいろ言われてます。どういう内容が話し合われたのかはなかなかわからない部分もあります。一部で明らかになっている部分もあります。尖閣問題をテーマに明らかになっていた。ですが、なんで突然会わなければならなかったかということです。で、ちょっとアメリカについてなんですが、今ですね、世界で一番の問題はどこかということです。それで、シリアが内戦状態なんですね、はっきり言って。もう、シリアは内戦状態ですが、実は、一番世界が注目してきているのはどこかといいますと、この、イランですね。イランとイスラエルです。問題はここなんです。世界の情勢はここを中心に動いているわけです。つまり、イスラエルがイランを攻撃する可能性が極めて高いですね。これはもう近々起きる可能性があるわけです。ですから、もうシリアがなんで内戦になってくるかっていうことは、実はこのイランがシリアを支援しているわけですね。もうそれで今度エジプトが今ひっくり返りそうになっている。これも全部イラン・イスラエル戦をなんとかイランとしては阻止したい。だけど、もしひょっとしたらイスラエルはイランを攻撃するかもしれない。理由はもちろん皆さんご存じのとおりですね。つまり、イランは核兵器を開発をしているわけです。で、ミサイルを開発もしています。もはや人工衛星は持っていますから、これに核弾頭を積むと、ヨーロッパまで届く核ミサイルが出来上がる。これが時間の問題になっているということなんです。ですから、これをなんとか、もちろんイスラエルも当然
攻撃の対象になりますから、イスラエルとしてはこれを阻止したい、だから攻撃をするということになります。こうそういう情勢が起きたときにどうなるかというと、要するにアメリカのですね、あの世界戦略の中心は航空母艦なんですね。で、航空母艦、今中国も作ってますが、あのはっきり言ってお話になりません。チャチなものです、中国の航空母艦。航空母艦とあれはっきり言えませんね、あの、まあ、あと何隻か6隻ぐらい落ちたいとかって中国言ってるようですが、多分無理です。持てません。はっきり。で、アメリカの航空母艦というのはですね、大体今10隻あるんです。これはすごい戦力なんですね。もう、まさに海に浮かぶようでありますが、とか10隻ある、10隻もあるじゃないかと、こう思うかもしれませんが、実は10隻、まあ、原子力航空母艦ですけれども、大体定期的に 3隻ぐらいは定期修理に入るんですね。原子力ですから、中の原子力の、エネルギーを取り替えるということでも3年ぐらいかかるわけです。ですから常時動けるのが実は6隻ぐらいです。で、そのうちまた2隻ぐらいはですね、訓練が絶える必要になるわけです。新規の訓練が必要になるということで言いますと、実は10隻あっても常時何とか動けるのは5隻あるいは4隻ということになってくるわけです。ですから今航空母艦はですね、中東にはほとんど置いてないんです。ヨーロッパにも置いてません。地中海にも置けません。今置いてくれてるのは東アジアなんです。先ほどから、アメリカに守られているということで、大変それは屈辱的なことという主張は誠に最もなんですが、同時にでもアメリカは日本のために尖閣なんです。明らかに尖閣の挑発を恐れて航空母艦を東アジアに今置いて、くれています。これはやっぱり不敬じゃない、ありがたいことです。一応会話に義務を果たそうとしているのは間違いないと私は思いますね。ですがもし中東で起きればこの航空母艦は中東に持っていかざるを得ません。そうなるわけです。ヨーロッパは内心本当に望んでるわけです。空母があるというのはそのぐらい安心感があるわけですね。もし空母が全部これ中東とヨーロッパに行ったらですね、今のシリアとかもうこれが全部収まってしまいますね。収束してしまいます。そのぐらいの威力が空母がありますから。空母だって空母だけで動いてるわけじゃないです。空母ってのはですね、それを守るために巡洋艦、アメリカの場合イージス艦と言いますが、これ巡洋艦で持ってる空からの攻撃を、そして、駆逐艦が敵の潜水艦艦とか、さらにそこに原子力潜水艦が突き従うということでも、異変な防御をしながら空母って動いていくんですね。ですからこれは全部こう中東の方に持っていくと国軍がガラ空きになってしまうわけですね。そうすると中国は尖閣を取るぞとこう来るかもしれない。だから要するに今回米中首脳会談のオバマ大統領の言葉だから中国はそれをやめろって言ったんですね。尖閣もうちょっと中東が忙しくなってるんだから空母はここに持っていくぞと、その尖閣を取るなんてことはやめろというのが簡単に言うとアメリカ側の理由です。急遽呼んだ理由はまさにそれです。それに対して中国は、基本的に言うと、挑発行為をなかなか続けていますが、中国側はですね、何を要求したかというと、簡単に言うと経済支援ですね。これ中国は中国今経済が崩壊しつつあるんです。もうダメくんじゃないかなと私は思うんですけど、中国経済崩壊しつつあります。ですから経済支援が欲しいんですよ、中国は。もっと投資をしてくれというのが中国の本音です。